イスプリングは、イギリス海軍補助艦隊の旧油艦。タイド型旧油艦の一番艦。その名を持つ艦としては、初代タイド型旧油艦五番艦以来に隻目。タイドスプリングは、タイド型旧油艦一番艦として、2012年2月22日に、韓国の大有造船海洋に発注され、11月13日に命名された。2014年12月22日に、 大ブ造船海洋巨彩造船所で寄港し、2015年4月25日に浸水、2016年3月29日から7月1日まで海上公務を実施。2017年2月5日に、イギリスへの開港のため、韓国を出港、日本の横須賀港、アメリカ合衆国ハワイ州の真珠湾に寄港後、中米のパナマ運河を経由して、大西洋に入り、 3月31日にイギリス南西部のファルマスに到着した。8月31日、最終評価試験のためプリマスサウンドを出港し、10月6日にはヘリコプターの着艦試験、10月17日にジブラルタル機構、11月13日に給油艦、ウェーブナイト、11月14日にフリゲート、サザランドと洋上補給を実施。 11月27日に、ポーツマス海軍基地で、イギリス海軍補助艦隊に引き渡された。2018年4月、スコットランド沖で実施された北、大西洋条約機構のジョイントウォーリア演習に参加。2020年には、バレンツ海で、デンマーク海軍、ノルウェー海軍、アメリカ海軍との共同訓練に参加した。2021年5月22日、 クイーン・エリザベス空母打撃軍構成官として、ポーツマス海軍基地を出港した。ありがとうございます。